あ、すごい。でもあれに行きたい、最近マッサージ、マッサージ揉みほぐしみたいな。最近ずっとマッサージに行きたくて、ずっとマッサージ調べて、地元の駅のなんだろう30分いくらとかのマッサージ調べてるくせに行ってない調べるだけ調べて行かないっていうのがね、自分の定番だから、ちょっとちゃんと行こう定期的にねマッサージ行きたい症候群に陥るの。最近肩、背中、肩甲骨がさすごいゴリゴリで自分で触っておーってぐらいゴリゴリだからね、行きたいのマッサージに。うふふ、つよし、ミータマッサージ行ったらしいよ。行ったって言ってた。なんか寝ちゃってて分かんないって言ってた。ミータなんかさ、ミータ多分自分が凝ってるって気づかないタイプの人間だから、私とかみずきちゃんが行くっていうのに感化されて、なんかクーポンがあって行ってみたって言ってて、どうだったって聞いたら、え、なんか寝ちゃってって言われて寝ちゃったか、そうかと思って。まあでも寝れるって気持ちいいことだからいいんだと思う。コロコロ湿度高くて体も、よ、そう、それかも、湿度にやられているのかもしれないな。うふふ、いた。クマさん、酸素カプセルってさ、そんな身軽にできるのかな。ちょっとでも興味あるの。酸素の中に入るんでしょ。気軽にできるんだったらちょっと気になる。ケジ、今週2ヶ月ぶりに行ったらめっちゃ凝ってるから来週来てねって言われた。それはだいぶやばい、それはやばいね。本当に私もゴリゴリだし、ゴリゴリだから体が、肩甲骨がねやばいの。なんか背中、肩より肩甲骨とか背中らへんがなんかね、自分でやばい、なんかゴリゴリだと思ってるから背中行きたいな。背中ってやっぱ自分でできないしね時間見つけてマッサージ行こう。クマさん、あ、気軽にできる、そうなんだ、ふーん。一時ハマってた時は本当に月2か3ぐらいで行ってたけど、もう行かないね最近。最近帰ったらお風呂入って寝ますみたいな。私寝落ちはしないから、寝落ちはしないけど、とりあえず寝たいから、帰りました、お風呂入りました、寝まーすみたいな感じで。だからね、最近自分のケアを怠っている。いけない、このままでは。きらみか、針いいっていうね。針なぁ、行ってみようかな、行ってみようかな、針なぁ。でもやっぱ取っかかりがないのよ。誰かの紹介とかだったら行きやすいかもだけど、一人で行くから基本。まあでも行ってみっか、何でもやってみよう。とりあえず肩甲骨がゴリゴリやん、だいぶやばいねん。ケジ、1週間のうち半分は寝落ち。私ね、本当に寝落ちしないのよ。あのね、ベッドがロフトだから、で上が、私寝底が2階でロフトのロフトベッドで、下はもう座るしかできない、あんまり寝転べないから、下のスペース、起きてる時にそのスペースに寝転べたりしないから寝落ちしないの。本当にやばい時はクッて寝てるけど、そんなにやばいこともないから寝落ちはしないのよ。あとお風呂入るとちょっと目覚めるのよ。お風呂入ったら眠くなる人とさ、目覚める人いるじゃん。私お風呂入るとちょっとだけ目覚めるから、お風呂出て、あーって髪乾かして寝てます、いつも。ベッド上がったら終わりよ
ベッド上がなんかちょっと暇だから時間あるからベッド上がろうとかベッドでブログ書こうとかってなったらマジ終わっただけど、下の段でブログ書いてたら絶対に私は死んでも寝落ちしない自信があるから、ロフトベッド良い良い。こう家で過ごす場所が布団の上っていう人が寝落ちしやすいんだと値は思う、値は思うもうね、寝床にいるとね寝ちゃえるしね、そのままね。私も地元の時ロフトベッドじゃない時はよくやってたもん、寝落ちっていうかもう寝ちゃおうみたいな、もういいや寝ちゃおうって、もうねいいや寝ちゃおう寝ちゃおう寝ちゃおうってできないからね、一回上がらないといけない。だったら上がったらちょっといろいろめんどくさいからいろいろ終わらせてから上がろうみたいな、飲み物飲んでブログ更新して風呂入って寝ようみたいな、そうやって生きてます。だから何もない日は本当にベッドから降りない、降りないわけじゃないけど降りない降りない降りる用事がないから降りない一日休みでもう今日何にもしない寝たもいいみたいな日はロフトベッドから降りない。逆に降りないからこそ一日寝ちゃってああっていう日もあるし、そんな感じ。きょうさんこんばんは、こんばんは。きらみこ毎日寝落ち、まあそうで寝床がねにいるとね寝ちゃう。なんで寝落ちするのか分かんないってわけじゃない、私は寝落ちする理由とっても分かるからからこそ自分で対処してるのよ。寝落ちしてはいけない、寝落ちしてはいけない、起きれなければいけないっていう気持ちで毎日生きております。イエイそう、最近ね私すごい寝方してるらしいわ、なんかめっちゃ寝言を言ってるらしい。さ寝言をさ録音するやつあるじゃんアプリとかで、あれやってみたいんだけど、ほんとベッド入ると秒で寝ちゃうから。でも本当に私寝言がすごいらしくて、おかんに昨日なんか毎日ゆりちゃん毎日なんか寝ながらなんか喋ってるよって、ずっと喋ってるよって言われて、やっばみたいな、それはだいぶやばいわと思って、ね、今日帰りにちょっとその寝言を測るアプリみたいなのをね入れたから、今日ちょっと寝言を測ってみよう。寝言やばいらしい私。ともひろさんこんばんは、こんばんは。教習所久々にリアタイで見れました、よかった。そう7時からだからね、結構土曜仕事の人とかはねちょっと見づらい時間かもしれないね。くまさん30分で言うと分かる、もうゆりちゃんオールはできないのよ、24時間は起きてられないの。中学の時とかは本当にオールして学校行って、まあ、2時間目ぐらいに結局寝るんだけど、まあでも夜中中起きて1回朝行動できたけどもう無理。1時間寝る、うん、30分とかちょっと寝たら少しはスッキリするんだけど、一睡もせずが無理になりました。少し寝たらね、はあ元気な、あ寝た寝た、よし頑張ろうみたいに眠いなってなるけど、もう一睡もしないで100歩無理、絶対死んでも寝る、一回ちょっと寝とかないとね、無理だ私、オールとかできなくなっちゃった。中学の時はさ別にテスト勉強するわけでもなく急突然謎のオールしてたからさ、日曜日とか毎週オールだった。日曜日を一日なんかいろいろやって夜寝ないで、月曜の朝1時間目体育で、ま、寝ないで体育して2時間目の理科で寝るっていうルーティーンをね1年か2年かの後半ずっと続けてました。でももう無理です、もう無理です、寝ないと生きていけません。ほうきちこんばんは、教習所こちらこそありがとう、お疲れ様でした。今日の教習所はねなかなか楽しかったよ、来月も楽しくする。来月何作るんだろうな、聞いてくるの忘れちゃった。コロコロオイラは一回寝ると、あたそっちもそっちの人もいるのよ、一回寝たら終わりだから寝ないみたいな。私も逆、もう1時間はちょっとしんどいか、1時間だったらベッド上がらないでその辺で寝るけど、
3時間もし寝れたら絶対寝る。2時間でもとりあえず寝る。2時間かどうしようかな、とりあえず寝よっかなみたいな。2時間後によし寝たって言って起きれる。私は少しでも睡眠を取りたい派の人間ですね、どちらかというと。なんだろうな、これだ多分。ツインテールを今日ギュッと結んでるから頭が痛いんだわ。これ元気が出ないなと思ったらこれで少しは。よいしょ。ツインテールとかポニーテール一日してるとね、頭に痛みが走る。普段はこんな痛くならないように結んでるけど、今日はちょっとぎゅうぎゅうに結んだから、だからだ、少し生きた。はい、キュインズ実は明日もライブなんです。このノリで言うけど、はい、明日のライブは、8時30分かな、確か8時半ぐらいから東京キネマクラブさんにてライブがございます。明日のライブはですね、とてもとても楽しみなキネマクラブでのライブなので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いいたします。そして、その次のライブは火曜日、23日火曜日にもライブがありますし、キュインズの定期公演は7月30日、再来週の火曜日にも定期公演があります。ぜひね、また7月後半は結構会える機会がありますので、キュインズに遊びに来てください。よいしょ。くまさん、昼休みとかもね、ちょっと寝ると元気になるよね。わかるわかる。コロコロ久しぶりにね、ちょっと日曜日なのに遅めの時間で少し久しぶりなのでね、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。ウグイス谷で待ってます。というわけで、そろそろ